はい、どうも池です、今日はですね、今まさになんですけど、宝物をマジで見つけました。今引っ越し前の家に戻ってきてて、いろいろ荷物の整備をしている最中なんですけど、その時にこの箱見つけたんですよ。で、これもう開けちゃったんですけど、これまだガムテープがついてたんですよ。で、なんだろうと思って、他のはちょっと汚いですけど、こんな感じで全部箱は開けてあるんですよ、一回は。で、中身も確認してたんですけど、これだけ一番端っこの方に埋もれて一個あって、ガムテープ剥がれてなかったんですよ。で、なんだろうと思って、開けてみたら、マジで、ルナシー好きな人、スレイブの人からしたら、ガチで宝物レベルだと思う。本当に超プレミアなアイテムが見つかったんで、皆さんにお見せしたいと思います。ただ、新品とか未開封とかじゃなくても別に、物を持ってればいいっていう方だったら、ちょっと価値は薄れるかもしれないですけど、未開封の新品商品でこれがあるっていうのは、かなりやばいんじゃないかなと思うんですけど、それが、こちらです！はい。はい、まだ見えないですね。まあ、スレーブの封筒来てますよね。これは別に、まあ普通です。はい、ここから行きましょう。さあさあさあ、ちょっと見えてきました。何が入ってるかというと、こちら！じゃん！はい。ルナシーミュージアム2001のトレーディングカード。未開封！しかも、めちゃめちゃ数ある。多分50パックぐらいあるんじゃないかな。俺こんなに買ってたんだ。確かに、まあその都度いろんなもの大量に買ってることはありますけど、こんなに買ってたんだっていう自分へのこうよくやったっていう思い。そしてですね、これだけじゃないんですよ。この封筒をどかしましょうか。さあ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 、どかします。はい、赤いの見えますよね。これいきます。はい、見えるかな。はい、メジャーレベルデビュー、デュエルデビューだね、これ多分。テンスアニバーサリーということで、これルナシービルボリューム3だから、トレーディングカードの第2弾だよね。これも新品無開封であるんすよ。ほら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 、すごくね、これ。まあ、こっちは第1弾ほど数多分なさそうですけど、で、その上で、ただね、このタオル入ってるじゃないですか、これ。これタオルなんですけど、だからまだこの下にいろんなものが埋もれてるんですよ。で、ちょっと今、いろんな荷物触ってる埃がついちゃうんで、ちょっともうこれ以上開けないですけど、この箱、多分見覚えある人全くいないと思うんですけど、これ番号書いてあるじゃないですか。これって、俺の記憶が間違ってなければ、2001年ぐらいにルナシーの終幕の後なんですけど、終幕の後に多分2001年の夏とかフィルムボリューム1とかルナシーミュージアムやってた時期ぐらいだったと思うんですけど、その時期ぐらいにグッズの福袋の販売をFC スリーブでやったんですよ、通販限定で。で、1箱1万円ぐらいとかで、まあ、数万円分入ってますよみたいなのをやったんですよ。で、その時に俺確か5箱か10箱注文してて、で、払うつもりまんまでいたんですけど、結局、後々になって2箱までしか買えませんってなって、まあ2箱までしか買えなかったんですけど、多分この箱はその箱なんですよ。で、ってことは、この下にあるのがタオルの他にもその時のグッズが埋もれてるんですよ、多分。やばくないですか、これ。なので、これは、もう早いうちに新しい家に持って帰って、ちょっと丁寧に、開けていきたいなと思います。ただトレーディングカードはもう開けないです。これ多分全種類持ってるんで、という感じでマジな宝物見つけました。はい、というわけで今日は一旦ここまででございます。また別の動画楽しみにしておいてください。はい、今日はここまで。バイバイ。